まあ、こういった私たちでヘリで、福島第一原発の上空からまあ撮影しようということで、まあ、今回呼びかけていただいたような形なんですけども、まあ、この撮影どういうまあ思いでこれをなんかやりたいというふうに思われたのかというのをちょっと見てらっしゃる方にご説明をお願いします。まあ、僕チェンノブイリの方も空撮やったことあるんですけれども、それがその時々によって様相がどんどん変わってくる。だけどその一番のゼロ地点っていうのか、福島の場合っていうのはそれが一番の秘密の塊みたいになってましたよね。それでそこのところをみんなが見れないような状況になってて、しかもこれから何が起こっていくか分かりませんよね。あるところで人が住むかも分からないし、またそれがまたそこから引き上げるかも分からないし、それとそういう原発の状況っていうのか、これからまだ収束はしてませんから、それがどういうふうになっていくのか分からないと、我々それをちゃんと見る目っていうのをちゃんと持つべきだし、一般の人たちがそれにアプローチする方法も持つべきだと思うんですね。だから定点観測みたいにしてこの原発は見続けていかなきゃいけないと。最低でも1年に1回、この1周年2周年っていうそういうきっかけの時と、それから何かが異変が起こった時なんかにもちゃんとこういうふうに出していけるような体制っていうのをこれから私たちのフリーランスっていうことはそのまま一般の人々が全てアプローチできるっていう、そういうような情報にアプローチできるようなそういうシステムをこれからどんどん作っていかなきゃいけないと思うし、本当はもうもっと早くからやらなきゃいけなかったんですけどね。だからどうしても今この機会には2年目になった、そしてあそこがどんな状況になっているのか、周りのその汚染水の処理はどうなっているのか、敷地内っていうのはもうほとんど取材そのものも規制されていってますしね。だから我々合法的な範囲の中でできることは全部やらなきゃいけないと、そういうふうに思って、それには一番いい方法がこの上から見ることだと思ったので呼びかけたんですけど、はい。